はい。で、今度スクラッチなんですけど、このジョグモードを点滅のモードにしてください。パカパカってね。はい。こうするとスクラッチになりますよ。はい。もうこれ紹介というか、もう how to にしましょう。how to。うん。ね。はい。で、今回というか、今までのジェミナイと違うのは、今までもスクラッチできたんですけど、スクラッチ機能が格段に上がってます。結構ね、まあまあ使えるぐらい上がってる。相変わらずやりにくいはやりにくいです。で、基本的にちゃんとスクラッチしたい人は、これは買わないでください。はい。もっといいやつ買ってください。ただ、頑張ればなんとかなるという感じかな。こんな反応良くなかった、昔。めちゃ進化してるよ。お題レコードは、はい、はい、まあみたいな感じですね。で、これ3万円なんで、はい、3万円でここまでできてしまうっていう、かなりいいんじゃないですか。で、あとスクラッチに関して言うと、クロスフェーダーを気になる人がいると思いますけど、これデフォルトで、カーブがビシッとくるようになってる。結構フルではないけども、ちょっと出したらビシッとある程度音が出るんで、という、感じで、バシッとしたスクラッチはもちろんできないんですけど、ぼちぼちはできるという、感じになってます。はい。なんで本当にヒップホップ的な、プレイをしたい人も結構いいんじゃないですか。という感じで、だいぶ進化してると。いう感じですね。はい。